赤木は、大日本帝国海軍の砲艦。マヤ型の四番艦である。艦名の由来は、赤木山。右玄川から撮影された砲艦、赤木。小野浜造船所で1890年8月20日に、竣工、8月23日に、第一種と定められる。同型の三艦と異なり、構成の船体構造であった。日清戦争では、海海戦、大連、旅順、 一回へ攻略作戦等に参加。公開海,海戦で、当時の軍令部長、河山助則の座上する、輸送船、西京丸を守り抜いたことで有名である。この時に、真の艦隊の集中砲火を受け、艦長の坂本八郎太は戦死、航海長の佐藤哲太郎も負傷、赤木も大損害を受けている。百九十八年三月十一日に二等放管に、類別、 その後、北進事変、日露戦争に参加。日露戦争では、旅順攻略作戦、カラフト作戦等に参加。1904年5月18日、旅順沖で、砲艦、大島と衝突事故を起こし、大島を沈没させてしまっている。天ヶ崎商船時代の貨物船、赤木丸1911年の除籍後、翌年3月頃に、川崎汽船に売却され商船。 赤木丸となった。この時にかなり改造され、奉艦時代の面影はほとんどなくなった。しかし、選手に装備された昇格だけはそのままだったという。1921年頃に転売され、天笠崎汽船の所有船になり、1945年台風で沈没。その後不要されたが、1946年1月尾産、セットで食雷によりまたも沈没。 再度扶養され使用されるものの、1953年、老朽化のため大阪で解体された。慣例は実に63年に及んだ。ちなみに、公開海戦での本艦の奮戦ぶりをもとに、坂本少佐という軍化が作られた。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び慣報に基づく。ありがとうございます。